所持金ゼロ円で1500km の旅。はい、ポンちゃんマジか。あーあやばい、あーマジかよ。うわ、イッチヒラメ通気も素晴らしかよ。いやもう盛大に食べましょうね。ポンちゃん縁側見せてやるけ。あの外した映像を見ながらやろ。これ肉ば肉ば、これヒラメの縁側つって食うかって。湾内もさヒラメいそうけどね。おキャノン、こんな引っかからんなんか草があったの。あーなんかガン感じあれよ。ヒラメ持ってなかったね。あのヒラメの木とぎもうパーティーやったよ。ヒラメの木て肉でも来て、もうマジ何しよっとというぐらい、単なるごちそうや。あやべ、なんか絡んどるな。あ徳さん、これやばくない、これやばくない。なんなんマジで。ヒラヒラ落ちてやっぱね、ヒラヒラ落ちていったね。ヒラヒラ、ヒラメのヒラヒラ。あ、マジ殴ろっかな。ヒラメのあっちでかかったとすけど、あれだっす、釣れたですか。いや、今日はあんまり釣れない。ここでも指令が2匹、ヒラメは釣れました。ヒラメ、2匹っすか。先端がどうですか、ここ。内側はダメとですか。ダメっすか。カメラ映っても大丈夫っすか。あ、全然。パパエモンさんって、あの、福岡の YouTuber の、はいに教えてもらって、場所を取れんやろねって思いながらも、自分たちが3時半来ても取れんか。3時半すごっか。せめてその辺で頑張ります。頑張ってください。どうも。ちょっと待って、そんなルールやった。各自頑張れだろ。もうちょっと釣ってこうかな。じゃいや、これでもらう。おー、ベライ泳げる、ベライ泳げる。大丈夫ですかね。徳さん、これも泳がせですか。ビッグビッグ、あ、これ風か。セルフですか。セルフ。味釣るかな。もうちょっと。そうですね。サルプをサビキにセットしていくよ。釣りないよとかな。物場取り行ったい、うんこしに行ったい、忙しかいっちゃ。なんか釣り用で何もする。そう。そういえば特権が昨日の阿弥陀くじでちょっとショックやったと。まずいな。お食事抜きはまずいぞ。ぶんちゃん、穴釣りする？餌がないけど。何かをね、食いたい。ね。はい。ブラックリパンガルフ。まさにしようとしました。いいね。いや、良くないね。またです。あ、分かりました。
一番下ブラクリで穴釣りながら味狙おうと思ってます。穴釣りブラクリ穴釣り穴釣りってなんですか。あ、中部ちゃんお久しぶりです。さよなら。何？釣れた？あ、マジで？食えるか、食えるサイズか。おいしょおいしょおいしょ、おいしょ、ね、お前ちょっと待って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 、おお来た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 、よっしゃよっしゃよっしゃ、どんちゃんやったよ、よっしゃやったよっしゃやった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 、飯食える飯食える、じゃあおー、攻められるぞ、ありがとう。あんまりね、お客さんがいるんだね、あんまり大声は出さないけど、めちゃめちゃ嬉しいぜ。やっぱ味、全く反応せんことだった。反応せん、そつけ、イカ、イカ、イカ吸った。マジで、はい、マジかよ。やるじゃん。じゃあ、こんにちは。どうも、でかっ。妖怪ヒラメ。めちゃめちゃでかかんがすか。じゃあじゃあ、見せびらかしてくださいこっちに。あ、やっぱ泳がせなんだ。あ、ありがとうございます。うわ、めちゃめちゃいいな、ヒラメ。ラスト一投の奇跡。最後の一投の奇跡。さあ、バイバイ九州。でも今日のガソリン次第で九州出るか分からんすよね。また行ってくるんすか。リッチさんが言いたいのは、僕らが釣れてないから粘って食事場ね、でくことやろ。こういうところになんかヒラメこう隠れてますかね。ガントコニバイ、ガントコニバイ、ヒラメの形しとけ、ね、見えるのかよ。あら、今の辺のヒラメの声とこう出てくる。ありがとうって。終わったよ。お疲れ様。今からだよ、はい、マルキン糸島店に行くんですけど、はい、ね、もうマルキンさんにはね、ちょっともう連絡済みで、うん、社長がね、はい、言っとくから、ガツリやっちゃっていいよって、はい、答えておりますよ。ありがとうございます。で、ここからそのルーレットチャンスですね、はい、これで、出た目かける10円の人数かける人数が我々の旅費交通費になると、はい、ガソリンはまだあと50リットル以上走られるのか、5リットルぐらいですよね。そういうこと、5リットルってこと、うん、5リットルしかなかった。そうですよ、1000円分も入ってないですよね。うわ、社長さん、ちょっとライブ配信でそれでもう来ていただいてするんだけど、はい、どうですかね、あの初日やけんがこのプラネットだけど、初日だけちょっと特殊かさね、なんでかというとお金長く、はい、そう
もうサイコロ振って食事したいんですよ、我らも。本当はですね。でも振れないんですよ、お金がないから。はい。ご飯も後回しにしていけば、おっぱい。ご飯を後回しにしましょうか。魚確保と移動費、交通費の確保を優先した方がいいんじゃないですか。じゃあそれでいきましょうか。はい。初日のご飯は一食。はい。夜にかけると。そうですね。で、できるだけお金を稼いで。はい。距離を稼ぎつつ、超過を稼ぐと。一つ、思ったよ。キャノンはイカしか食べれないんですよ。逆イカを食べる。変わった。イカはね、そうですね、苦手なんで。トレードしてましたよ、お互い両者好意の上で。そうですね。イカ例えば半分と味1匹とか持ってる。そうですね。ゲソ1本とかですか。いやそこは甘い。そこはゲソ1本はいらないね。キャノンちゃんのために言うってよ、これ。そうイカ3分の1じゃない。いや、3分の1じゃ手打ちます。おこれはキャノン可愛さもね、食べれる。味は食べれる。うん、味だね。今日いいよ。おっていうことは、じゃあやったぜ。じゃあ1回3分の1。よーし、やったー。本当にいいの。やった、キャノンありがとう。逆に味食べれるんでよかったです。ウィンウィンよ、ウィンウィンよ。これで美味しく作れるじゃん。これがチンプレですね。うん、これチンプレ。4人がまとまった。はい、そろそろ着くよ。おい、できたよ。釣り具って書いてありますね。書いてありますね。そこがマルキン糸島店。はい、やっと出しましたね。今からルーレット、はい、ルーレット回してもらったら、はい、その分の金額分の出したものをここのボックスから、はい、取れることができる。はい、どうも、すみません。あ、こんにちは。お世話になります。撮影大丈夫ですか。大丈夫です。副社長の方から連絡がありました。お待ちしております。お世話になります。よろしくお願いします。突然始まった大事に、はい、ね、こうダラダラ上がしてルーレットを回していただいて、はい、その分の金額で、はい、東京を目指しているような企画をしているんです。回してもらえますでしょうか。はい、自分の場合。あ、しょーら、行きます。はい、どうなんだ。30円。ありがとうございます。ありがとうございました。使ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。あー、徳さんだ。釣りイロハ見て九州に引っ越しました。あ、ほんまですか。どうどうどう。おー、いい。おい、ナイスナイスナイスだよ。おー、ひと、オッケーオッケー、ありがとうございます。ありがとうございます。なんとか溜まってきた。ほんと、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 ありがとう、ありがとう、ありがとう。飲み物は OK なんですよね。ああ、めちゃめちゃ大好物。ありがとうございます。ありがとうございます。味のある飲み物、味のある飲み物、もうコップ付き。ありがとうございます。やった、お疲れ様。ありがとうございました。うっさー、まず一さんが一人飲んでさ、確かに仲良く。これは声優です。乾杯。乾杯。やった、いただきます。美味しい。美味しい。氷を買わない。そう、氷なんだよ。はい、一応獲得してるじゃん、今。はい、今現状で。はい、魚の鮮度が落ちるから。はい、氷を。はい。これや。これが。これ2つ。じゃあ、660円を後から引こう。はい。氷をすみません、2つ。氷2つです。60円。これ塩、塩の入ったことですか。いや、塩入ってないです。はい。はい、塩。うん、必要でしたらお渡しします。 あるんですか。はい、いいですよ。 あ、 ありがとうございます。塩、氷と一緒に、氷かなと。あ、一緒にいるとですか、氷。そしたら一緒にいいですよ。こんな感じ。これって溶けんこになったかな。いや、温度は下がるんじゃないですか。あ、2周目です。ちょっと入れてた今。ね、こっちにかけようとしたら見た。見てないっす。何なの。妄想。いつもテレビでやってるじゃん。そ、何おかしいの。お相撲さんやろ。ご協力いただきありがとうございました。ありがとうございました。本当に。また今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。マルキン糸島店。はい。ぜひ近くに来た時は寄ってください。はい。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。これは何なんだろう。ああ、飲み物です。
飲み物ちょっと待って、ちょっと待って、なるほど、ね、新しいぞ、飲み物か、ありがとうございます。でもカレーはね、これだけはちょっと、これだけはさすがに、あ、違う、カレー粉や、こうさすがプロテインまで一本、ほらめちゃめちゃあるやん。本当ですね、ありがとうございます。ありがとうございます。こんなにたく、大金持ちなんですか。いや、違う。ありがとうね。ちょっと待って。おい、ゆうたろう、何しとったの。マジかよ。なんだよ。そういうことやったと。あ、ありがとうございました。気をつけて帰ってください。またね。助かりました。発見して、どうせなら回しに行こうと。おい、ゆうたろう。男気。さすが。あ、ゆうたろう。頼みて、後から440円払う券とかダメとこ。ダメでしょ。ダメ。ゆうたろ、ゆうたろ、24頼む、ゆうたろ。ここはスケットパワーを見せる時だ。なんとか溜まった。お願いします。よいしょ、来い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 、いいよいいよいいよ。3、30円。頼むが来て30円。じゃあ行きますか。ありがとうございました。最後がまさかゆうたろが飾ったよ。明日休みっちゃう。マジで言うと、どうなんのこれ、どうなんの、え、これどうなんの、集計のところですよ、言うたろうという方一緒に。何のこっちゃ分からんのけど。じゃあ金額発表いきますか。はい、我々の次の行き先がそれで決まりますよ。はい、ございます、ありがとうございます。発表してください。総額、はい、7230円。おお、すげえ。そこから氷代を、はい、駐車場、はい、さっきの釣り場ですね。そう、駐車場料金の300円、はい、がかかると我々分からずに止めてって、はい、そこほぼ払っておりますので、はい、差し引いたところでいくと6270円です。よいしょ、6270円、十分でしょ。あ、所持金ができましたね。6270円できたよ。これに、はい、今回の客のお金を、はい、馬場さんお金入れに使わせてもらいます。今回大事に入れさせていただきましょう。はい、じゃあ確かにこれが我々の財布です。はい、はい、じゃあサイコロいきますか。はい、そうですね、チームで1回ずつやろ、はい、そうですね、はい、どっちいきますか。いやいや、どっちのチーム、どっちからいくの。どっちでもいいっすよ。1、お味つった、はい、1がいけ、振らせてください。はい、で、そちらからどうぞ。いいですか、どっちがいく、ルーズ、こっちゃいって。今日もゆうたろうさんに振ってもらうってことになるんですよ。やだ思うかもんな、この1回は。じゃあ、ゴンちゃんから、はい、はい、お願いします。いきますよ。はい、イエーイ。じゃあ行きますよ。どうぞ。行きます。はい、でかいやつがいいんですよね。でかいやつの方が食料になるかなと。なんてこと、こんな観光地で。こんばんは。ごめんなさい、ちょっと眩しいですけど。あ、ちょっとね、近くなんで。行けよ。ね、ほら。うわ。え、あ、怖。そう、そうだ。